はい、レオンチャンネルです。6月に入りましたので、今月レビューする予定のデラックス玩具食玩ガシャポンを確認しましょう。そしてもう明日2日は土曜日ですので、早速おもちゃが発売するんですが、チーター、デラックスエボルトリガー、敵側のラスボスが使うフォームチェンジアイテムが、ポンポンポンとね、発売するって、なかなかありませんよね。エボルボトルが来て、エボルトリガー。で、見た目的にはハザードトリガーをベースに速攻、まあベースというか、この辺のジョイントが似てるだけで、あとはほとんど違うんですけど、パッケージもすごそうだし、もう明日発売だし、本編にも登場してるから、とりあえずおもちゃが出たら速攻買おう、ニコ買おう、ブラックホールフォームの変身音が発動、さらにレバーを回してメーターを稼働させると必殺技。なるほどね。これでビルドドライバーとの連動もどういうのかっていうのも気になりますよね。で、さらに翌週の90、あ、そうそうそう。僕、ラブライブのアクアのサードライブが今月ありますので、90は埼玉にいて、で、翌週の16、17は今度大阪にいていないので、なので動画が若干滞り気味になるとは思いますけど、ご了承ください。7月もそういうことがあるかな。9日は特におもちゃ発売ないから、ここは良くって、次の週の16に、アーツのサノス出るんだ。面白かったよね、インフィニティウォー。まさかの続きものでびっくりしましたけどね。しかもその続くもすごいいいところで終わって、あれひどいよ。1年後でしょ、あそこで終わって1年後かって感じ。おー、ジーニアスボトル、天才フルボトルですね。デラックス天才フルボトルが16に発売すると。うわ、なんか、全然これまでのボトルのどれもベースにしてなく、あ、でも一応ちょっとスパークリングっぽいのか。でも違うか。なんか横を押すことでグレートオールウェイとか。さあ実験を始めようか。変身。あ、勝利の法則は決まったって感じで、セントボイス入ってるんだ。最近最終フォーム系のアイテムってこういうことあるよね。イエイ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 変身音どうなってんの？完全無欠のボトル野郎ビルドジーニアス、すげーい、ものすげーい、ジーニアスアタック、ジーニアスブレイク、ジーニアスフィニックス。おー、でセンター部分が発光するわけね。ビルドマークが出ると、なんかシルエットっぽいのも見えるけど、なんだろうな。でもこれが最終フォームアイテムってことで、もっとこうなんかボトルをぐっちゃぐちゃにミックスしたみたいな、はちゃめちゃな見た目になるかと思ったら、割とお料理よくまとまってる感はありますね。6月16ってことで、結構遅めの今回は登場だね。無敵と同じぐらいかな。で、ジーニアスフォームのだいぶ色省かれてるけど、ボトル全然、造形はあるけど、ボトルのカラーが塗られてないソフビが発売したりとか、あ、ボトルチェンジライダーシリーズもいきなり出るの？これが3780円で、ギミックはレバーを引き出す、レバーを下に弾く。フルビルドリアクターが回転、おー、ちょっとアイアンマンっぽいじゃん、このリアクターって感じが。てかこれ首稼働あるじゃん。首稼働の採用遅っ。最終フォームで稼働追加。そうそう、アイアンマンもインフィニティウォーバージョン出るんだよね。これは買おう。背中のあの羽は、あ、羽ないんだ。ただ僕はこれ大阪行っていませんので、一応大阪泊まるか帰ってくるかはちょっと迷ってるんですけど、もし帰ってくるんだったら、ジーニアスフルボトル17にレビューできるかもしれませんし、帰ってこないんだったら18とか月曜日週明けにレビューずれ込むかもしれませんね。で、23日には、あ、ツインテールのアーツね、これも買うし、戦隊ヒーローシリーズルパン X、 ネタバーレーですがパトレン X、 これさ同一人物っぽいんだけど、二重人格とかそういう設定なのかな。他にはあと、キュアマシェリとキュアアムール、ハグプリの新プリキュア楽しみにしてるから、ちょっと見ないでおこう。っていうか2つ書いてあるってことは、あの2人が2人とも変身するってこと？あ、そうなの？ルールだけじゃなくって？それすらも知らなかった。で、月末週の土曜日にはメタルビルドのレーバーテイン来るでしょ。
あとはカマキリ丸、お、なんか敵っぽい新しい虫人フィギュアが来たね。他には忍者バットマンはいいとして、新サイクロン号が出るって感じで、あ、でもさ、今月もルパトレンのデラックスガングないじゃん。せっかく VS ビークルシリーズってすごいいいガングなのに、もっと出してほしい。じゃあ食玩も見ていきましょう。まずは5日に、あ、いいじゃん、マスコットの2。このシリーズいいよね。これが U5 とか新キャラ系とか、これさ、頭がひっくり返ってるんだよね。ここにハットがあるし、で逆を見るとこっちに警察の帽子みたいな造形があるから、どういうキャラクター、まあ、金銀それぞれ多分追加あるだろうなって僕予想してますけど、まさか同一人物疑惑、こういう風な登場とは思わなかったな。あとはグッディもあったりとか、あ、マスカワ来た。マスカワの新作5でダブル関連とかクローズとかオーズいますね。スパークリングとか、さらにチョコウェハース4、クローズマグマが表紙になってて、これが11か。あとは、あ、そうそう、なんか珍しくない、変身前のプリキュアフィギュアが食玩で発売されるんすよね。ハグプリ楽しみにしてるから買おう。でミニプラの SP01 クリアカラーバージョンか。早速グリッターインジェクション出してくるかと思ったら出ないんだ。クリアバージョンで今回は押していくってこと。でもまあクリアバージョンで限定になりがちだから助かるは助かるね。お、コンバージ10、おお、ラビラビ、そして千尋がいたりとか、カブト、ガタク、ローグ、アルファ、いいね。これシクレ枠は、まあ、普通に考えたらジンさんの白目バージョンだよね、やっぱり。まあでもそうしかありえないかな。あとは千尋のこう一部マスク壊れバージョンとかで、この辺が18だね。で10、25でビルド10のこの間見たやつ、はい、エボルのソード。これさ、これほんとスーツの情報量すごいのでさ、よく再現されてますよね。で7つのベストマッチ系が入りつつ、ホーク再現もできるっていう形ですね。助かるな、こういうラインナップ。あー、もう見えちゃってる。ちょっと見ないでおこう。ハグプリの新プリキュアめっちゃ楽しみしてるから。あとはサンシャインのウハースボリューム3。食玩はそんなところかな。ではガシャポンも確認しましょう。1週目はなくって、2週目も特になくって、3週目になりきりヘッドギアの新作が出るのと、ポーダマンとか U5 ね、これレビューしてないけど結構いいんだよね。あとは4週にボトルの15、お、エボルボトルガシャポンで再現できるんだ。ここオミットされてるとかないかな、この稼働がないとか。でもありえそう。ここはでもパーツ動きそうな切り込みパーツ見えるからちゃんとあるのかな。コブラエボル、シッカー、ピラミッド、ああ、何？ローラビット。そういえばローラビット商品化するってツイッターに載ってた公式の。めっちゃ嬉しいんだけど、これレア枠かな。もうコンプセット買おう。お、メッキバージョンね。あ、これコンプセット買おう。ローラビットめっちゃいいじゃん。5週目にはリミックスライダーズ、久しぶりマグマ、ラビラビ、タンタン、うん、リモコンブロスとエンジンブロスでパーツがあるってことは、これでヘルブロスも再現可能ってことですね。相変わらず良心的。ライトニングヒーローズのルパトレン、光るのかな、ボタンを押すと光るヘッドマスコット。おー、こういうの僕結構好きなんだよな。300円、パトレンとルパレン X とレッドルパンレッドパトレン1号と。なるほどね。
他にはリアルチェンジ、あ、ガシャポン、デラックスより先にガシャポンが来るってこと？というかルパトレの新キャラの X の変身アイテムの X チェンジャーっていうのはテレビくんに大きく解説があったんですが、発売日いつだ X チェンジャー、あ、7月か、7月14日発売だ、あ、今月じゃないんだね、そうだね。あとは X ロッドソードっていうのもあるんだけど、それも7月14日だ。夏休み商戦か。もっとさ、ルパトレンほんと面白いから、個人的に。おもちゃガンガン遊びたいんだけど、意外と追加アイテム少ないんだよな。X チェンジャー AB、X ロッドソード、この辺は再録ですね。怪盗 S エンブレムとか。あとはジーニアスギア。あ、なんかタグ、ドッグタグの、サワタリバージョン、赤葉、青葉、黄葉。これ、プレイ版だとめっちゃ高かったから200円ならいいし、あ、フルフルラビットタンクボトルの開発中、これ、あれじゃ自爆装置？自爆装置が200円で出るってこと？いいなぁ。な、ここに来て、物語にちょいちょい登場した細かいボトルをフォローしてくるな。でも、これ普通に、あの、デラックスサイズだったよね。本編だと。そのサイズだったら良かったんだけど、200円だから多分ちっちゃいんだろうな。ガシャポンはそんなところで、魂ウェブを確認すると、あとは、特に見たやつ以外はないかな。あ、エクスカリバー僕予約したやつも今月なんだ。楽しみだね。ベリアルのアトロシアスがプレイ版から届くのと、クローズもね、あ、マシンビルダーのパーツセットも届くし、キュアマカロンも届くし、そんなところか、そんなところっすね。ということで今月発売のおもちゃカレンダーを確認しました。ライダー系は終盤に差し掛かってるはずなんですけど、バンバンおもちゃ出ますが、それに引き換え戦隊系がね、全然おもちゃが出ないので、そこ寂しいな。もっとルパトレン関連で遊びたいんだけど、 VS ビークルの投入少ないよね。よくできてるおもちゃだから、毎月1体ずつ、1、2体ずつぐらい出してくれればいいのにな。来月一気に変身アイテムが来るけど、あとはロボだよね、追加戦士、この X のロボとかに関してはまだ情報が来てないから、それも今度8月とかになると、夏のいつものスーパー合体とかをやるのがかなり遅くなりますよね。へー、なんか変わったおもちゃ発売タイミングだな。ストーリー面白いからおもちゃ同時にいろいろ遊びたいのにな。まあいいか。一応概要欄にリンクのカレンダーのリンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、今月レビュー予定のデラックス玩具食玩ガシャポンのレビュー予定カレンダーでした。